私たちが着てるこちらの、ね、トップスですね、をご紹介させていただきます。リラートの、商品になりますね。メッシュカットソーセットっていう商品になります。リラートさんは、大人気の矢野パンとかですね、の、メーカーさんになるんですけれども、こちらが、メーカーさんとの完全別注の商品になっておりまして、こちらのメッシュカットソーと、なんかこれ、インナーのタンクトップもこれセットになってるんですけど、お名前の通りですね。この、生地感だったりとかシルエットとか全て別注の、完全オリジナルの商品になっております。うん、今私たちも中に着ているの同じなんですけれども、なかなかこのメッシュトップスって結構、ちょっと前ぐらいから出てるんですけど、結構流行ってはいるので、ね、いるんですけど、やっぱりこういうセットになってるものがあるとチャレンジしやすいかなっていうような商品になってます。で、こちらの感じなんですけど、山内さんも近づいて。そうですね。網目の結構ね、メッシュの商品って多いんですけど、こちらのリラートさんのメッシュは、そんなに網目が大きくないので、透け感っていうのも少ないものになります。結構カジュアルなメーカーさんだったりとかすると、網目が大きくて、肌の見える面積っていうのがかなり広くなってくるので、なんか中に何入れようとか、上になんか着た方がいいのかなっていう不安になるものもあるかなと思うんですけど、こちらの商品って今、見ていただいた通りで、ちょっと程よい透け感もあって、で上品に見せてくれるトップスになっているの で, です、ね、こんな感じになります。で首開きはそんなに広くないね、横開きになってますね、な感じになるので、インナーのタンクトップも重ねていただければ、そこまで首開きも広くなく使っていただけるものになってきます。はい、着丈とか着心地どうです？結構ち、なんか、私が持ってたメッシュは、安物だったから、ちょっとチクチクじゃないです。ちょっと、かゆみがちょっとある感じはあったんですけど、これは全然そんなことなくって、結構着やすくって、意外と中を長袖とかに変えてしまえば、結構秋口も、そうですよね。着回しが効くかなとは思いますね。手持ちのね、インナーとかもちろんその長袖でもいいですし、やっぱちょっとタンクトップじゃ不安かなって方は半袖の T シャツとかね、スッキリしたもの入れていただければ、重ね着していただけるような、結構身幅も結構あります。そうゆったりしてるので、中にインナーでね、重ね着、そのちょっとお袖広いものとかになってくると重ね着難しいかなと思うんですけど、スッキリしたシンプルな T シャツだったりカットソーとか入れていただければ重ね着も大丈夫です。でこれからの季節になってくると、タートル系かな、シアのインナーとか、そういうの重ねていただいても、今ね、ちょっと商品あればよかったんですけど、シアのタートルは結構私物で店頭に立つことが多くて、これどこのとかよく言われるんですけど、本当にあればね、そういうのとかね、重ねていただくといいかなと思います。で着丈は山内さんの身長で結構お尻にかかるぐらい、お尻にはかかりますけど、隠れはしないかなって感じ。なので、ね、やっぱスカートとか。そうですよね。うん。今日、山井さん、この前、インスタライブでご紹介させていただいたシクセの、スカートですね。はい、で、私は、ビシレットパンツで合わせてます。なので、持ってくるボトムスによってかなり色々変えていただけるんですけど、もちろん、カジュアルに、あ、いいですね。デニムで合わせていただいても可愛いです。結構そのデニムとかシンプルなアイテムに、こういうちょっとメッシュのトップスとかワンポイントで持ってきていただければ、またね、ちょっと夏場も着れますし、色味によっては秋口使っていただけるものになるので、かなり長く着ていただけるんじゃないでしょうか。結構かっこいい系ですよね。ね、私が合わせてる感じだと、ちょっとヒール合わせにしてみたんですけど、こういう感じだったらね、お仕事の時に、例えばね、上にジャケット羽織ったりとかしていただいて、合わせていただくこともできるので、かなりそのオンオフ両方を使っていただけるアイテムになります。お素材が一応、メッシュのこの上のトップスの方ですね。こちらが、ポリエステル 100% になります。なので、もちろんその乾くのも、はね、手洗い大丈夫なので、一応早いですし、そういう使用感とかも別にあんまりこう気にせず使っていただけるものになるので、扱いもしやすいですし、その着回しっていうのとかこう変えていただければ、こういろんなバリエーションで使っていただけるものになります。
で、インナーのタンクトップに関しては綿 100% になってて、結構これしっかりしてますよね。しっかりしてる。本当にストレッチもね、効いてるけれども。揺れ感もないし、うんうん、結構しっかりしてる。なんだろう、オーダーの大人気の定番のタンクトップとか、ちょっと前にご紹介してたスクエアネックのタンクトップに比べると、うんうん、生地感はちょっとしっかりめなので少し硬い感じにはなるんですけど、伸縮性もあるので、着心地もいいですし、ライン拾いにくいような感じになります。で、もちろんそのオーダーのタンクトップ持ってるよっていう方だったりとか、スクエアのタンクトップ、ネックのタンクトップ持ってるよっていう方には、中入れ替えていただければ、そういう違う色の重ね着も大丈夫ですので、インナーのこう色をですね、タンクトップのお色味で、例えば、今山内さん着てるのだと、カラーがベージュになってて、タンクトップはキャメルになるんですけど、明るい色、うん、ベージュ系とか、うんうんうん、同色系で柔らかいベージュ系だったりとか、もちろん逆で黒っぽいの入れていただいても可愛いですし、うんうん、なんかそういうインナーの色味でボトムスをこう変えていただくっていうのも面白いかなと思います。お父さんは黒ですかって。私が着てるのが、カラーが一応3色展開になってて、こちらがブラックなんですよ。比べるとわかりますよね。で、こっちが、チャコールになります。オンラインショップの方ではチャコールっていう書かれ方してるんですけれども、結構ネイビー系ですよね。なんかネイビー系のカラーになりますね。で、私結構よくメッシュのトップスとか見るんですけど、ベージュとか黒はよく見るんですけど、こういうネイビー系って珍しいなと思って。そうそうそう、結構かっこいいですよね。そう、なの、着るの、口も見えなかった。綺麗め合わせももちろんしていただきやすいかなと思います。で、山内さん着てるのがベージュですね。で、インナーのタンクは私が着てる一緒です。なんかちょっと黒まではいかないんですけど、チャコール系のタンクトップがどちらもセットになってますね。で、山内さん着てるベージュは先ほどのキャメルのタンクトップがセットになってます。はい。はい。こんな感じでございます。中に反対色などの違う色を入れても面白いかもって。うん、そうですね。なんか、いろいろこう遊んでいただいても面白いですし。そう、ずーっと言ってるんですけど、あ、そうか、そう、採用してなくて。今日ずっとこれやりたいって言ってるんですけど、山内さんから許可が下りなかったので、ちょっとご提案だけさせていただいてもよろしいですか？ぜひぜひ。山内さんの許可が下りないと、ちょっとライブで紹介できないと。中に今年ね、トーミーの方でもフォトティーとかロゴティーたくさんご紹介させていただく。この黒、あ、かわいい。いや多分黒だからかな、わかんないけど、私これをずっとやりたいって言ってるんですよ。こんな感じでですね、可愛いですね。T シャツ入れていただいたりとかでもかわいいと思うんですよね。かわいいですよね。あり、かわいいですよね。今日かわいいなって思ってますね。ちょっとカジュアルな合わせだったりとか、ちょっとブニデニムとか絶対可愛いと思う。このわざと出す感じめっちゃ良くないですか？そう、私こういうちょっと下を長めに、ありがとう、ありがとう。今さら、今さら共感してくれてありがとう。なんかね、こういうちょっとカジュアルなスタイリングっていうのもできるので、絶対中が短いといけないっていうことはなくて、こういうちょっと下から出るスタイリングとかもすごい可愛くて、T シャツにデニムだとやっぱりどうしてもシンプルになりがちなんですけど、ちょっとこういうメッシュ系のトップスとか重ねていただくだけで、ワンポイントね、おしゃれに着ていただけるかなと思います。どうでしょう？素晴らしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。染めていただきました。逆にこのコーディネートで私着たかったかも。あ、もう今更？今更。これですね。今更、ありがとう。で、ちょっと前にご紹介させていただいたノースリーブのワンピースとかですね、綿素材の。うんうん、ああいうなんかこう、なんかね、お手持ちのワンピースとかにこう重ねていただいてもいいですし、結構なんかいろんな着回しができるので、私はやりたい。どうぞどうぞ。デニム合うとか、ボトムス何でも何でも良さげで使えますね。そうそう、結構ね、何でも合うんですよ。あ、で、何でも合うんですよ。この前ね、あ、そうです。ヤダイチの渋、ゲットしてた、ワンピースなんですけど、例えばこう T シャツ入れて、その上にこういうの重ねていただくっていうのも、
想像つかないですよね。想像つかないですよね。これ直します。これでこうして。で、そうですね。こういう感じで着ていただいた上に重ねちゃったりとかでも可愛いです。わからなくなりますよね。これでも実際見たらめっちゃわかります、これ。なんかね、ほんと、普段のコーディネートにパッて重ねていただくっていうのもすごい可愛いかなと思います。だからこういうデニムワンピじゃなくても、普通のちょっととろみのあるキャミワンピだったりとかっていうのももちろん OK ですし、なんかね、ボトムスの素材感とかがそんなにその、なんていうのかな、柄物だとちょっとおばちゃってなるかなと思うので、シンプルな合わせに1個持ってきてあげるっていうのは可愛いかなと思います。うん、はい、いいですね。これはめちゃくちゃありがとうございます。よろしいでしょうか。よろしいですね。ありがとうございます。ね、褒めていただきました。ね、若い子に褒めていただくと大丈夫かなっていうことですね。はい。なんか言われてますよ。ネックレス気になりますって。ネックレスですよね。またこれね、新作で入ってきたものになってて、また改めてご紹介させていただけるかなと思うんですけれども、ステラシフォンさんから入ってきてるネックレスになります。またこちらも一応オンラインショップの方のページご用意してるので、今準備中なので、また、はい、ご紹介したいなと思います。お父さんこうでどうぞ。ありがとうございます。ね、普段からね、結構メッシュトップス着るので、あ、そう、イメージはあります。大好きなリラートさんから入ってきた時に、何これって一番思ったのが確かにそうなんですよ、すっごい可愛かったので、ぜひ聞いてください、使い方分からなくなったなんかね、結構皆さんこう着た時に、うわ、なんかスケスケって言って、うん、びっくりされるんですけれども、意外とはそうでもないですよ。そうなんですよ、本当に、ね、シアーとかよりもチャレンジしやすいかなと思います。ちょっと程よく透けるぐらいで、うん、あとはそのお色味によって透け感っていうのがやっぱ違くるので、私のやつなんかはもう全然わかりにくいんですけど、うん、やっぱりちょっと濃いめのお色とかになってくると、ちょっと透け感が少しわかるかなっていう感じなので、なんかこうお洋服の、普段持ってらっしゃるお洋服に合わせてだったりとか、ボトムスとかに合わせて、うん、選んでいただくといいかなと思います。でもちろん秋口とかになってきたら、羽織、上に羽織っていただいても大丈夫なので、これ私たちが好評の、そうなんです、さっき始まる前にどれを羽織るかっていうのをいろいろこう選んで、ダメダメってこれなら OK が出るこういうブルゾンとかの中に入れていただいて重ねていただくのもすごく可愛いので、お仕事行く時とかにはね、こういう感じで合わせていただいてもいいんじゃないかなと思います。山内さんとかだったらね、先輩も。ああ、もう出ましたよ。ちょっとね、ワントーンで、こういうベージュのワントーンコーデも可愛いので、こんな感じで合わせていただいてもいいかなと思います。なんで結構こう短めのね、羽織の下からこうちょこっと出る感じもおしゃれかなと思います。うん、いかがでしょうか。いかがでしょうか、皆さん。ネイビーいいよねって、色迷う。いや、ネイビー可愛いですよね。あ、前髪可愛いですねって。あ、ありがとうございます。可愛いですね。ありがとうございます。バッサリ切りました。皆さん、眉毛に注目。そうね、眉毛脱色しすぎてなくなっちゃったので、先日ね、眉アートをさせていただいて、しっかり入っております。可愛い感じに、そう、化粧が楽ちんなんですよ。このメッシュならチャレンジできるかもって、あ、うん、嬉しいです。ぜひぜひ、ブルゾンもね、可愛いですよね。そう、こんな感じで合わせていただければ、結構絶対10月以降も暑いので、羽織とか、うん、中のね、重ねるインナーだったりとかで、うん、描いていただければ結構ずっと使っていただけるかなと思います。はい、心地いい。次に、お値段言ってないんです。大事なお値段を言ってなかったので、はい、お値段が。お値段はタンクトップとセットで2万円で、税込みで2万円でございます。はい、になっております。で、カラーが3色ですね。うん、私が着てるチャコール、ネイビー系のお色と、ヤムさん着てるベージュと、私ね、2人揃ってね、とブラックの3色です。で、それぞれタンクトップがセットになっておりますので、またぜひオンラインショップの方チェックしていただきたいなと思います。それでは終わりましょうかね。はい、はい、ね、緩い終わり方それではおやすみなさーい。